はい、皆さんこんにちは。インキャラフィットミキヤです。このチャンネルはですね、私、インキャラフィットネス系のね、パーソナルトレーナーである、インキャラフィットミキヤがですね、主にですね、栄養学をですね、中心にね、皆さんにですね、有益な情報をお届けするというね、チャンネルでございます。ちょっと、これ、カメラの位置がおかしいな、これ。もうちょっと下ですね、これ。こんな感じですね。はい、すいません。話を続けていきましょう。で、まあ、私のですね、親友の田賀須美希也先生がですね、ぜひ、自分のチャンネルを使って、インキャラフィット美希也に、有益な栄養学を中心としたですね、フィットネス系のね、情報を提供してくださいってね、頼まれて、今回ね、田賀須美希也先生の、このチャンネルの場をね、お借りして、インキャラフィット美希也がですね、有益な情報をお伝えしようと思うんですけど、今日、皆さんにご紹介するのはですね、こちらでございます。プーカップヌードルプロはい、ということでですね、今ね、結構皆さん、話題になってますよね、このカップヌードルプロ。普通のカップヌードルとね、何が違うかっていうと、タンパク質の量がめちゃくちゃ多くて、で、炭水化物の量が少なくなってて、で、カロリーが少なめになってるんですよ。なので、めちゃくちゃ、フィットネス系としてはね、有益なんですよ、これ。もうちょっとこれ下げましょうかね。食レポしますんでね。今日は私、インキャラフィットミキヤですね。前回じゃないや。食レポしようと思いますんでね。でですね、何が違うかっていうと、まずね、カロリーがね、274キロカロリーなんで、普通のカップヌードルよりもね、ちょっとね、少ないんですよ。ちなみにですね、さっきお湯入れてきたばっかなんで、3分間で、簡単に解説しようと思うんですけども、すでに1分ぐらい経ってるんでね、あと2分ぐらいでね、解説するんですけど、で、タンパク質がなんとね、15.2グラム。15.2グラムだからね、大体ね、プロテイン1杯か、それよりちょっと少ないぐらいなのね。で、あとね、脂質が 16.8グラム で、炭水化物が 35.4グラム なんだけれど、そのうち糖質が 15.3グラム で、食物繊維が 20.1グラム も入ってんの。で、食物繊維がね、しっかり練り込んであるから、それによってね、お通じも良くなるから、絶対ね、美肌とか、筋肉とかにね、便秘って絶対良くないの。腸活って言ってね、腸の調子整えるの絶対大事なんで、なのでね、このカップヌードルプロね、めちゃくちゃね、この栄養価だけ見ればね、結構優秀なんですよ。ただね、これだけ食えばね、もう栄養バランス完璧っていうわけじゃないんですよ。やっぱりね、本当に栄養のね、バランスのいい食事っていうのは、普通に、野菜も食べて、お肉食べて、あとお魚食べてっていう風にですね、普通にですね、バランスいい食事をね、天然のもので取るっていうのがね、一番いいんですけれど、たださ、やっぱたまにはさ、カップヌードルとかカップ麺食べたくなるじゃないですか。なので、どうせカップ麺食べるんだったら、普通のカップ麺よりかは、こっちのね、カップヌードルプロの方がね、トレーニー向きなので、美容とかね、健康を気にする人なんかはこっち食べた方がいいです。で、問題は味ですよ、味。これで味が美味しくなかったら意味ないと思うんですよね。なので、じゃあもうそろそろ3分経ったんじゃないですかね。こういう感じで。なんか、謎肉入りって書いてあるんだけど、僕謎肉ってよく知らないんだけど、ハイプロテイン謎肉入りだって、何なんだろうね。なんか、でも火薬は普通だけどね、火薬の量が特別多いっていうわけじゃないんですけど、じゃあもうだいぶね、麺もふやけてきやしたんで、じゃあね、早速ね、ネクストフィット、じゃなくて、インキャラフィットミキヤがですね、いただきこうと思いますんでね、じゃあ早速、いただきます。うん。普通に美味しいね。普通にカップヌードルとそんな変わんないですね。うん。ちなみに僕ね、さっきまでね、がっつり筋トレでね、足と胸を追い込んできましたんで、で、筋トレの後、プロテイン飲んで、で、家帰ってきて、で、今から、
これ食べてるんですけど、なので、ね、筋トレの後とか絶対いいと思いますよこれ。うん、美味しいわこれ。筋トレの後ってさ、まず最初にプロテイン飲むじゃないですか。でも一回プロテイン飲んだら OK じゃなくて、やっぱりね、何時間かおきにね、まあ大体3時間おきぐらいにプロテイン、タンパク質取った方がいいってね、トレーナーの人もよく言うんで、筋トレしてプロテイン飲んだ後、またねタンパク質の補給して、なおかつその筋肉のさ枯渇したね、グリコーゲンを補給するためにね、この軽く糖質取るっていうのもありなんで、筋トレの後なんかのね、ご褒美に最適だと思いますねこれね。あ、美味しい。味はね、普通のカップヌードルとね、僕違いわからないですねこれ。味は全然美味しいですよ。だからやっぱりちょっと小腹が空いてね、どうしてもカップ麺食べたくなった時に、普通のカップ麺よりこっちのカップヌードルプロ食べた方がねいいかもわかんないですねこれ。でこれ謎肉ね、これ謎肉。まあ普通の火薬の肉だねこれ。卵とエビが入ってるのこれ。うん、まあやっぱこのカップ麺取りつつタンパク質が取れるってほんとね美味しいですよね。なおかつね、食物繊維も取れるから、なかなか普段の食事でさ、食物繊維をたっぷりさ取るってできないから、野菜いっぱいに糸でね意識して食べるのとか大変なんで、これはねなかなかいいと思いますね。うん、あとね、塩分がやっぱりかラーメンってさ塩分が多いんだよね。塩分が 4.8g だから、まあ1日の必要な塩分のある程度大部分占めちゃうんだよね、これ全部のスープ飲むと。だから塩分気にする人はね、スープ残した方がいいかもわかんないですね。あーうまい。ちょっとスープもいただきます。ああね、こういう感じで私インテラフィットミキアはこれからもね、この親友の蓮ミキア先生のチャンネルをねお借りしてね、皆さんにねこの栄養学を中心としてね、皆さんに有益なね筋トレとかねダイエットとかフィットネスのね情報を提供していきたいと思いますんでね、これからもね、よろしくお願いしますね。ああもう麺全部食べて、あとスープだけなんだけど、なんかスープ全部飲みたくなっちゃいますよね、やっぱり。スープさ、残してこれ台所にジャーって流すと、ちょっと具とか麺がさ、詰まってなんか掃除が大変だから、なんかついそれを考えて飲んじゃうんだけどね。まあ、やっぱり激辛ペヤングとかよりはね、普通のこういう美味しいラーメンのね食レポは気が楽で楽しいですね。ちなみに激辛ペヤング食べてるのは私じゃなくて、あれは高須美希亜先生で、私はインキャラフィット美希亜なんでね。うん、スープもね美味しいからね、全部飲んじゃいましたね。皆さん塩分取りすぎの人はね、気をつけてくださいね。ということで、インキャラフィットミキアです。でした。はい、これからもよろしくお願いします。じゃあ。